なんかあのミス日本に選ばれた人の一、ね、人が愛子さまと、あ、同級生って形で、えー、記事になってましたけどもあました、ね、第55回のミス日本コンテストっていうことで、うんまあ、その中のね えー、海の日に呼ばれた人が、まあ、その愛子さまとね、まあ、同級生って形ではい、はい、この稲川夏樹さんっていう人で現在慶応大学の法学部に、えー、在学をしていてね、うん、まあこの弁護士とか、まあ、国際弁護士を目指していて、まあ、将来の夢っていうのはその日本初の、まあ、女性の首相って形ですごいまあそれでまあその愛子さまと12年間同じ学校でね、まあ、学んだっていう形で、うん、えまあこの愛子さまのようにまあ日本の伝統的な文化とかを 守っていいいきたいという形ではい、はい、まこの小学校からまあ高校までの12年間で、えー、まあ音楽とかねスポーツとか、まあ、ダンスの思い出もあるっていう形で、うん、え一緒のクラスとかにもね習ったことあるのかもわからないですけどもこの弁護士とかを目指すきっかけとしては、まあ、この中学校3年生の時に図書館でね、まあ、小学校1年生が結構まあその遅くまで。 図書館にいたんで、まあ、話を聞いてみると、この母子家庭って形で、まあ、そういう事情を、ね、知ってからその、いろいろとまあその考えさせられる形になって、子どものためにこの寄付とかをされた、まあ、食料とかを配布するお手伝いとかをしたりとか、高校時代には国会議員とかを訪問して、まあ、その政策を提言したりとか、そういう形でね、あしたとてうことで、うんまあね、こういう人がこの国会議員とかになってほしいですけども、はい確かにあ、まあ、ちなみに、ね、この社会的に困難を抱えた人への関心っていうのは、 まあ、愛子さまにもね、まあ、共通するところがあるっていうことで愛子さまはこの盲導犬のあ育成とか障害者支援とかにもね、まあ、関心が高くてはい、はい、えヘクチ医療とかに目を向けられてねこの間もそのドクター・高等診療所の映画とかでも感想を述べられてましたけどもあーよくあ行かれてましたね 愛子さまとは管弦楽部とか、まあ、バスケットボールとかでも同じクラブだったって形で、うん、ダンスとかもまあできるし MC とかもできるって形ではい、はい、愛子さ、ね、ままあ、ね何でもできないって形ではありますけどもそうす、ね、稲川つ月さんはこの「ミス日本の海の日」に選ばれましたけども、うん、あ日本の,この輸出入の99.7%は船舶によって 行われてていね海の魅力とかこの2月にはね小型船舶の試験とかも受けて<ー>海洋系のイベントとかにもまあ参加をしていくっていうことで、うん、まあこのね愛子さまの歌会始めの歌とかで、えー、まあ学校が終わってからまあその一緒にまあ友達と 帰る時のことがまあ読まれてましたけれども、まあこれがまさしくこのなつ稲川なつきさんのことじゃないかっていう形で、まあ自分でもね、まあ感じているということで、ああそうですか。まあ今でもね、このクリスマスとかまあハロウィンとかにもまあプレゼントを送り合っているという形で、えー、あちなみにね、このカッ様に関してはね、まあこのミセルコースってことで書かれてましたけれども、うん。これはじゃね、このアクシマコースサイトも珍しく一緒に、うん、花の博覧館に。 行かれてましたけどもはい、はい、親子の仲が悪いけども、まあ、無理してねパフォーマンスでイメージを回復って形で頑張ってるんでしょうけども <laughs>、うん、ただまあその現場はね独特な緊張感があったってことで<う>え秋田さんはこの記者とかカメラマンとかを妙にね ことで、うん、まあ最近はこのカメラのフラッシュはまあ控えてみたいな感じでそういう形の要請とかもまあすることが増えたってことで<ー>まあ明らかにフラッシュとかやったらね、まあ、これ今のやばい表情を捉えたかなって形でまあ分かっちゃうんで、うん、まあそういったら、ね、その写真を捉えた瞬間が分かるから機嫌が悪くなるのかなって形で佳子さまあこの過去様に関してはね最近この公務とかも増えだして、まあ、その理由はねどうもこのアピールをしたいみたいで聴覚障害者を育てたお母さんを称える会とかには出席されてねお言葉とか述べましたけども、まあ、その後に国内庁、まあ 注文とかをしたってことで、はいはい、まあ今日のこの過去様のお言葉を。 まあ、マスコミに流してほしいって形の申し出があって佳子、うんまあ、様の式典にのべられた挨拶の、ね、言葉が、まあ、マスコミにも配られたって形で、はいまあ、この公務が終わってから数時間後にこの皇族側から私の発言を、まあ、報じてほしいって形でお願いしていくのはかなりね、まあ、異例なことだって形でアピールですねここまでこのアピールをしたからってことはね、まあ、4月から新設される広報室ではね佳子、まあ、様の発言とかもどんどんね、まあ、報道されるかもわからないですけどもああそういうこと、まあ、この昨年のね誕生日とかの動画とかでは、まあ、この AV のね最初の場面みたいな 形でそういう形で、ね、<laughs> 報道されたりとかして、まあ、やらかしてましたけども <laughs> まあこのね青んごさんに関してはこの眞子さんの結婚問題からはねあまりこの自分から発言をしなくなったんだけども佳子さまあ様はねちょっと青島ご夫妻とはまあ違ってねどんどんアピールをしたいみたいな感じでまた今後ねまあその爆弾発言とかも飛び出すかもわからないですけどもまあ動けばね何かあるでしょうねそうですね、うん、まあちなみにこの久しさまのことはね文、まあ文ン内とかでも抱えてましたけども、はい、2013年9月10日からまあ 9月10日でも7歳の、ね、誕生日を迎えたすぐぐらいの時の出来事で、うん、まあこの上皇様まが久々と御所の周辺とかを、ね、散歩をしたって形でこの小学校1年生ってことでねだいぶ言葉とかも話せるんでしょうけども、うん、あまあ虫がね鳴く森の中を歩いていて。 虫にね興味を持ったみたいでこの虫は何て言うのって形でよく虫のことを聞いてきたって形でそれで上皇様がが全てねそれに関して教えてたって形でちなみに上皇様は久々のことを孫って形で呼んでたって形でそのままの呼び方というかヒサって形で呼ばないのかなってかねそういうのありますけどもそれにしても自分でね調べずに何でもね聞くっていうことで まあ本当にねこの興味がある子だったらね、まあ、自分で絵本とかを見たりとかしてね、まあ、勉強とかもするだろうしまあ、ね、頭がいい子っていうのはその小学校2年生とかでもね まあ高1レベルのまあ数学検定とかでもまあ順に急に合格とかそういう形の報道とかもあるし小さい子供とかでもねまあこの鉄道好きなお子さんとか結構いますけどもです、ね、小学生とかでも結構自分で調べて見たこともない電車とかもまあしていてねまあ結構まあ詳し方とかも進みますけどもなんか車とかにやたら詳しい子供とかいますもんね小学生とかであの車何とか名前とかも <laughs> そうですね興味あるから覚えるんでしょうねまあこの芦田愛菜ちゃんとかがやってるねまあこの博士ちゃんの番組 とかでも、まあ、小学校1年生がね、まあ、中学生レベルの、まあ、天満宇宙検定とかにもまあ合格したみたいな感じで、そういったこともね、やってましたけども、<ー>まあこの足田愛菜ちゃんはこの小学校低学年でね、あまあ300冊の本とかを読んでたって形で、<laughs> まあそういう形でまあやっぱりね、毎回その虫のことについて聞いてたって形で、あまりね、こう自分で調べることをしなかったのかなって形で、うん、まあこの詳しい子供だったら教えてじゃなくて、まあ、自分のね、 あ知識上逆にまあ教えてあがるという形でまあ、ね、まあそういう形の子供が多いかなという形で、ちなみに出入り新潮では、小室圭さんがニューヨークにね行きたい思いが止まらずに、クルーズ船旅行のついでに、ニューヨークにね立ち寄るのかという形で、そういう形では報道されてましたけれど、もついででにそうですね、まあ、この眞子さんからはねまあこの相変わらずまあ拒否をされているみたいで、今後ね。 まあどうなるかという形で、金銭的には余裕がなかったけれども、まあ、この小室圭が、ね、弁護士としてまあ働き始めたことで、<う>まあ今後ねかなりの報酬がまあ見込まれるい形の報道もあったということですけれども、もしかしたら1億円ぐらいいくかもとかね、<laughs> そうですねただまあ正式な弁護士にはまだなってないという形で、はい、えまあ弁護士のね、あまあ正式な登録についてはいろいろとね、 書類とかも提出しないといけないということで、こね書類まで提出できたら、結構そこまで厳しくないんでしょうけど、もこの書類っていうのが前の会社から評価とかをしてもらう必要もあったりとか、そういう形で結構厳しいということで、前の会社でもね仕事ができないということで、銀行では実質ね、首みたいな状態になってましたけど、も週刊誌だって形で分かっての写真とかだったらね、ドヤ顔とかはやってましたけども、YouTuber の直撃ではね、相変わらず無視で、表情とかもちょっとね、 やばそうな感じがしてましたけども、態度悪いですね。そうですね。まあ、なかなかね。それにしても、この小室佳さんに関してはまあ、刑事告発がね。いつになったらこの決着がつくの方々としてはありますけども。はい。あ,あ、いろとねまあ、そのやばい案件とかを溜め込んでるのかもわからないですけども、うん、もうんまそろそろね。小室佳さんに関しても動き出してほしいなって形ではありますけどね。さすがにね。そうですね。<laughs> 今の流れ的には結構ね、そのアクシマ家の問題とかがどんどんね出てきて、いつね、会いたくなってもおかしくない流れですけども、<う>まあこの迂回の裁判とかでもね、アクシマ家の名前が出てきて、まあ、この悪島さんはね、まあ、関わっていて、まあ、この感じだったらね、他のところからもいろいろとね、しゃれ込とかで、まあ、関わっているのかもわからないですけども、<う>まあこの山科鳥類研究所の奥野さんが仲介で、まあ、仕事をね、 取ってきてきるってことは、まあ、これはね、宮内庁を通さなくても仕事が取ってくれるということで、うん、まあこの芦田さんがね、その総菜をしているところが、まあ、全部ね、怪しくなってきたという形で、<laughs> まあもちろんこの紀子様が関わっているところも怪しいし、佳子、はい、様も疑ってしまうというところで、全部ね、まあこういったね、この芦田目からの闇とかをね、まあ、全部知ってるから、宮内庁とかね、皇、ま、宮、あ、警察も腐ってるってこともあるのかもわからないですけども、<ー>あまあこのね、皇宮警察に関しては、 週刊新潮でも書かれてましたけども、はい、まあこの陰口を叩いていた航空警察の職員とかも、相変わらずね、何も処分されることがないという形で、これがね、当然は、ね、トップだからね、まあ、自分で自分を処分することもないでほしょああ、なるほどね。あまあ、これ、ね、愛子さまをくそがけていった山口護衛部長とかも、何もね、まあ、処分されることなく、まあ、式典とかでもね、まあ、天皇・皇后両陛下の近くにいたという形で、普通にね、山口護衛官はね、まあ、この美智子さまや紀子さまに、まあ、この東宮家は悪であり、 アクシメケがね、この高貴な存在だった形で、そういう洗脳されて出世をしたった形で抱えてましたけれども、<laughs> ひど<い>だからまあこのメチコ様がいるうちはまあ処分がされないのかなって形で、<ー>この航空警察十部隊の二百八十人の護衛官らをね、まあ、葬式していたのがこの山口護衛官って形で、<ー>この同じくね、掛け口を叩いていた池田調査官もテント内に控えていたって形でね。はいはいはい。この天皇皇后両陛下が出席されること とはまあかなりねいい例でね、まあ、しっかり頼みませんとかでして、まあ、そういったメッセージがあったんでしょうけども、うん、まあトップが、ね、これだからまあその簡単に変わるわけがないということで昨年まで家、ね、刑務課とかで広報を担当していた護衛会のナンバー2も、まあ、記事は、ねまあ、この事実無根だと形で朝礼とかでもまあ語ってたという形でトップにね言わされたんでしょうけども。 まあそしてね、この俺の名前はまあ出てないからね、俺は潔白だみたいな感じで言ってたみたいですけども、ただまあ、この人物はこの刑務会時代にね、幹部にパワハラの権議とかをでっち上げて、池田調査官と一緒にね、自宅とかに押しかけて、その幹部の妻にね、ご主人は将来がないから新たにスタートを切ってくださいという形で、そういう形のことも言ったりという形で、このね、 他の護衛部長とかも隊長をね、空裂されてた雅子様に対しては、あ予定時刻にね、お出ましにならなかった時に文句を言ったりとかして、うん、まあこのミーティングとかでもね、物価にはこの雅子様の話題が出ると、 あ仕方がないよって形で、あの人はこれだからって形で、正常な状態でないことを示すジェスチャーをしたって形で、ひどいですね。航空警察の上層部の人間がねほとんど行かれてるんでしょうけど、もこの悪口だけじゃなくて、こつぐ子様にもつぐちゃんの腰のあたりに入れ墨を入れてるから、結婚は難しいかもなって形で、そういったね根拠がない情報とかも垂れ流す職員とかもいたって形ではいはいう形で、ちなみに1992年にはこのバレンタイン事件といって、赤坂御用地で行われた懇親会に呼ばれていないのに精神疾患 女性がが入り込んだ事件があって、うん、あ現在の、ね、天皇陛下のすぐそばまで、ねまあ、近づいた事件があったって形で<う>それでまあそ,のそこからその精神障害のある人への警戒が、まあ、強化って形で。 まあ変な人はたまにまあ来るみたいですけども、この持ち物検査とかのいろいろとこの個人情報とかを収集して、写真とかも撮ってね、それをストックしてから、この現地警察との打ち合わせとかで、このお土産ですみたいな感じで情報提供するという形で、お土産違法に必要以上の個人情報を収集して、それをね、お土産という形で、いろいろとね、問題の多い組織ですけども、ほんまですねこの公共警察に関してはね、トップが一番問題だから、誰かね、 まあこの辺が変えられる人はいないのかなって形ではありますけどもあーなんか、あのね自衛隊であの五ノ井さんという人がセクハラされて、女の子がありますよねでなんか訴えてるねとかありますけど、あれも結局、1回目はね自衛隊の上官とかに言ったけど、ははい、はいまあもみ消されたっていうか、何もなかったみたいな感じで、処理されたけど、ここまで騒動が大きくなったから、まあね認めて謝ってましたけど、そうですねまあ皇宮警察の中もね、み消されてるんでしょうけどねだからまあトップがねまあ腐ってるってことなんでしょうけども、あ,<ー>まあなかなかね,ね。 まあちなみにこの現代ビジネスでは佳、ね、過さまのことも書かれていて、はい、まあこの結婚に向けて一歩進んだ印象があるという形で報道されていましたけれども、うん、あまあこの,司会のエリート男性と交際という形で報道されていましたけれども、まあ、これがね どうも違ったって形で改めて否定してましたけども、はい、ただ、そ佳子さまの結婚時期に関しては遅すぎずにできれば良いと感じておりますって形で、まあ、それでも自分でね、コメントしてることで、うん、おそらくックさんと同じ30歳までに結婚を意識してるんだろうって形でそれでこ佳子さまは結婚に向けて一歩進んだんじゃないかって形の情報とかも書かれていてあ<ー>まあそれは雰囲気とかまあ振る舞いとかに変化が見られてい、ね、れがね あの根拠みたいですけども、うん、少なくともね、相手はこの海外ではないということで、こ佳子さまは以前にこの眞子さんの結婚とかをまあ待ちたいという形でまあ発言されてたんで、うん、まあそれならこの結婚前提の彼氏がまあその時点でね、まあ、いたということで、うん、あそれでね、あとはこの結婚のタイミングっていうことでしたけども、はいはい、あそれならね、すでにこの彼氏がいたということで、しかもこの佳子さまの歌会始めてはね、 昨年に金木犀の香りがする季節に皇室から飛び出したみたいな感じでそういった歌が歌われてたんで秋頃ね花言葉からも初恋の相手と結婚かみたいな感じで言われてて、うん、初恋とされてたのがやっぱりね 同級生の司会だって形で、彼氏がいて結婚をまあ待ってる状態だって形でね、ということでまあそのやっぱりその司会に振られたって形で、みんながね、<laughs> この記事からもまあ濃厚になったのかなって形ではありますけども、振られて振り切ってるんですかね、じゃあ今は,頑張ってんのは、そうでしょうね、あ<ー>まあこの過去さの結婚に関してはね、よほどの相手でない限りはまあ問題ないと思いますけども、うん、まあこの小室圭がねやばすぎたんで、まあ、それに比べるとね、まあ、それ以上にやばい彼氏はまあ出てこないだろうし、あとはね、彼氏が見つかるかどうかってことですけども。まあね 出会いがねそうですねまあ、そんなことよりもね佳子さ様に関しては早くね、まあ、10億円の1人暮らしからやめろという形では言いたいですけどもこの最近はこの公務とかにもね積極的で、まあ、その姿勢はいいと思いますけども、うん、ただまあこの公務に出ても逆効果にしかなってないという形であ<ー>それはねこれまでのこの育ちとかまあその自然に出たりとかするんでしょうけども、うん、まあそれがこのペンの持ち方であったりとかあ,ーまあこのテニスのね決勝戦とかでまあ一番 選手に、まあ、拍手、喝采している場面とかで、まあ、この退場したりとかて、ね、まあ絶対ね、やっちゃだめなところをまあ自然に出てしまうという形ではい、はい、もう少し国民の声に、ね、あ耳を傾けた方がいいと思いますけども、ね、まあこのいくらアクション誤差と考えが合わなくても、ねまあその喧嘩しているかもわからないけども、うん、まあこの10億円の豪邸に一、ね、人暮らしをして。 まあ理解が、ね、もらえると思っているところがまあ異常だし、公務とかでもね、まあ、この教会側から佳子さまの言葉ばをまあ広めたいという形の要望があったわけでもないのにね、うん、まあ自分からこの広めてほしいという形で、要望をされた、要望したという形で、それが、ね、本当に素晴らしい言葉だったら、ね、いいんでしょうけども、うん、まあこれが、ね、ただ単にこの頑張っているアピールにしか見えないという形で。<laughs> あ、いろ,いろとね。あ、問題が美味しいまあ贅沢しすぎですしね。なんか先日あの谷原翔介さんがね。はいはい、あのユニクロみたいな安い服みたいなのをね。番組目覚まし8で発言してああやってましたね。結構ね。世間から反感がね。やっぱり世間の感覚ずれすぎてるわ。みたいな。まあずれてるんでしょうね。うんだやっぱお金のね。部分で贅沢してたら。 やっぱり過去様とかもね、反感は今、敏感ですから、世の中が。そう、ね。うん。まだから、それの感覚が、違うのかなって形で。ね。まあ、ちなみに、ね、でも、その、今回の文書の報道とかで、分かった、まあ迂回、ね、迎えの裁判とかで。 まあこのご夫妻と久しさまはお土産とかねプレゼントという形でもらっているみたいだけども、うん、まあそこにねこの過去さまの項目がなかったので、やっぱりねまあそういったところで確かにね、秋島ご夫妻と過去さまがあ喧嘩している理由もわからなくもないかなという形で、私にもねお土産ちょうだいとか、そういう形で起こってまあ喧嘩しているのかもわからないですけども、<laughs> 過去さまに関してはまあ見せる皇室という形で、それをねまあ目指しているということですけども、うん、まあそういう意味では秋島家隠さない皇室を目指した方がいいのかなという形ではありますね大ピラにね大にそうですね。うん これからね、SNS の広報室がまあ立ち上がるということですけれども、はい、まあどうせね、この青島家とか美智子さまあ様のいとこばかりね、まあ、発言させようという形でしてるんでしょうけども、<ー>まあそれがね、まあ、この逆効果にしかならないでしょうし、まずはこの会計監査とかをして、まあ、オープンにねして、何もなかったらね、その信頼とかはすぐ回復すると思うけども、ただね、まあ、そのズルをしてるから、公開できるわけじゃないんでしょうけども。<laughs> <laughs> SNS とかもなんかね、タイムリーにアップしてほしいですけどね。なんか去年とか天皇陛下がなんか皆既月食撮影したやつ、1ヶ月半後ぐらいにね、ホームページにアップしてて、遅すぎるわみたいになってましたけど。まあそうですね。うーん、なんかもう本当に早めにパッとね。 アップしてくれたら嬉しいんですけどねねまあそう、ね、なかなかね、この青島県に関しては、どれだけね信頼回復しようとしても、これまでがねあ問題だらけだったし、眞子、はいまあ、さんの結婚とかでも、いろんな疑惑が浮上して、まあ、私がお願いした方向で、まあ、進めてもらったとかね、まあ、この消しない発言とかもどんどん、ね、出してるし、あ<ー>まあこの青島5歳とかがまあ誕生日会見とかでね、まあ、小室家のことをべた褒めした発言とかは強引ね、まあ、非公開とかにしてまあ消したったみたいですけども、そういうところがね、余計にこの炎上につながるという形で。はいはい まあちなみに,、ね、この様に関しては、昨日ね、読書感想文の全国コンクールの、まあ、表彰式に出てましたけれども、お<ー>まあ読書体験が素晴らしかったですかね、うん、自分の息子が盗作作文なのに、まあ、よく出るなという形ではありますけれども、はいはい、あしかもね、この文春法とかでも、まあ子さ様にプレゼントという形でね、まあ、そういう形で明細とかも見つかったりとか、お<ー>まあこの感想のね、コメントとかも、まあ、この素晴らしい読書体験を。 伝えてくださりありがとうございますって形でねちょっとなんかそのコメントの仕方もおかしいというか読書体験素晴らしかったですかねそういう形の方がまだね自然だけどもこの紀子様の言葉をこの報道する時も通訳を介さずに日本語のみでコメントを述べられたって形あそういう形で報道した方がいいんじゃないかなって形でそうしたらねこの素直にね頑張ったねとかね紀子様を褒めてあげることができるんですけどもまあねなかなかね まあ、いろいろと、まあ、その問題が多すぎるという形で、はいまあ、すでに誰かがまあ、炎上してますけども。そうですね。まあ、今後ね、まアクションに関してはどういった展開になっていくのか、皆さんのね、予想とかもコメントもらえて嬉しいですね。そうですね。ぜひコメントください。あと、チャンネル登録、まだの人は登録の方、お願いします。よろしくお願いします。